ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。9月は1977年に久米豊さんが石川県で拉致された月です。また9月7日は松本京子さんの66歳のお誕生日です。一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。9月1日、中国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。8月30日から北京に来ておりまして、中国の専門家の人たちといろいろと意見交換をいたしております。まあ、今回の、我々の主な議論というものは、今後の朝鮮半島情勢の展望というものに集中しております。中国側はやはり南北対話の再開というものを非常に強く望んでいると言っていいと思いますが、まあ、特に7月の初旬に習近平国家主席が韓国を訪問いたしました。まあ、その時に習近平主席は韓国のパク・クネ大統領に対しても、まあ、南北対話を再開するように強く求めたということであります。南北対話の再開の可能性という点で見るときに、まあ、今中国側はその最近の状況というものは期待が持てるという、そういう評価をしていると言っていいかと思います。まあ、その根拠となりますのは、まず第一にですね、8月18日から8月28日にかけて、米韓合同軍事演習ウルチ・フリーダム・ガーディアンという合同軍事演習が実施されました。まあ、その期間に北朝鮮が短距離の弾道ミサイルを発射しなかったという、まあ、そういう挑発行為をやらなかったということは、まあ、一つ南北関係に期待を持たせるものであるというのが中国側の評価であると言っていいかと思います。北朝鮮はこのウルチ・フリーダム・ガーディアン、米韓合同軍事演習に対して非常に強く反発をしておりました。そして米韓両国に強く中止を求めてわけですが、まあ、しかしそれを米韓両国は受け入れなかったということでありますので、この軍事演習、米韓合同軍事演習の時期にですね、北朝鮮がミサイル発射という対抗策になることは、まあ、決して不思議ではなかったということでありますし、多くの人たちがそれを懸念をしていたわけでありますが、まあ、実際は北朝鮮はミサイル発射ということをやらなかったわけであります。こういう姿勢を中国側は積極的に評価しているという感じがいたします。また同時に、今回米韓両国はですね、当初予定されていた演習の、まあ、終了日を1日早く終了いたしました。まあ、本来8月29日に演習を終了する予定を1日早めて8月28日に
まあ、演習を終了したわけでありますが、こういうところにもですね、米韓両国の配慮というものが感じられて、まあ、そこは意味があったということで、やはり中国側は評価をしているということが言えるかと思います。まあ、いずれにせよ9月に入りまして、まあ、南北関係、南北朝鮮関係というものは対話実現に向かっていくのではないかと、そういう感じがするということでありますが、まあ、特に9月19日から韓国のインチョンでアジア大会が開催されます。まあ、このアジア大会に北朝鮮は選手団を来ると、参加させるということになっておりますので、まあ、これが一つ南北関係の大きな契機になるというのが、まあ、中国側の見方と言っていいかと思います。で、もちろん現時点で北朝鮮は選手団は参加させるけれども、応援団は送らないと言っておりまして、韓国側を失望させるということになっておりますが、しかしまだアジア大会までは時間的な余裕がある。南北間のいろいろ交渉が今後もあるであろうという前提に立ちますと、韓国が北朝鮮の応援団の経費を負担するというような形で妥協する可能性というのは十分にあると、したがって応援団も参加する可能性が十分にあるというのが中国側の多くの人たちの見方であると言っていいかと思います。中国はまだ同時に南北関係に加えて日朝関係が今後どのように動くかということにも強い関心を持っておりますが、9月には北朝鮮の調査委員会の最初の中間報告が出てくる予定でありますので、それが注目されておりますが、まだ中間報告の段階ですし、この拉致問題についてのある結果が出るにはまだ時間がかかると。ただいずれにせよ日朝関係も前進していくのではないかというのが中国側の見方であろうかと思います。このように南北関係、そして日朝関係、前進していく可能性があるときに、やはり重要なのは北朝鮮の非核化という問題になるということであります。北朝鮮は6者会合には出席するという立場を取っておりますが、しかし自らが非核化をすると、核を放棄するということについては、非常に曖昧な態度であると。最近はむしろ核保有国であると。核抑止力を強化するというようなことを強調しておりますので、それではダメだということでありまして、中国から見てもですね、北朝鮮の明確な非核化へのコミットメント、北朝鮮は核を放棄するという、そういう約束が必要であって、それがあって初めて南北関係も大きく進展するし、日朝関係の改善にも展望が出てくるという、そういう見方を中国側はしているようであります。先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、松木薫さんの事案についてご説明します。松木さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。1980年5月頃、スペインに留学中だった松木さんは、ヨーロッパ滞在中に消息を絶ちました。1988年に、石岡徹さんから日本の家族に、8月13日付のポーランドの決心の手紙が届き、石岡さん、松木さん、そして有本恵子さんの3人が、平壌で暮らしていると伝えてきました。その後の日本政府の調査捜査により、3人は北朝鮮にかくまわれている淀号ハイジャック犯とその関係者により拉致されたことが判明しています。松木さんについて北朝鮮側はどのような説明をしているのでしょうか。北朝鮮側は
1996年8月、松木さんが交通事故で死亡したとしています。自動車に乗っているとき、運転手の不注意による事故で、松木さんと運転手が2人とも死亡したというのです。しかし、事故の状況には不自然な点があるほか、北朝鮮側が提出した交通事故記録には、被害者である松木さんの名前が一切出ていません。また、2002年9月、北朝鮮側は日本政府調査団に対し、松木さんの死亡確認書を提出しました。しかしその後、日本側からこれら確認書に不自然な点があることを指摘されると、2004年になってこの確認書は調査団訪問時に急遽作成したことを認めました。さらに、北朝鮮側からは、松木さんの遺骨の可能性があるとされるものが提出されました。しかしその一部からは、DNA 鑑定の結果、松木さんのものとは異なる DNA が検出されました。また、身体的特徴の観点からの鑑定においても、松木さんの身体的特徴とは合致しないとの結果を得ています。このように、松木さんがすでに死亡したという北朝鮮側の説明には、矛盾や不自然な点が多く、客観的証拠も示されておらず、受け入れることはできません。日本政府は、松木薫さんを含む全ての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、松木薫さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松本京子さんのお兄さん、松本はじめさんからのメッセージです。このメッセージは、昨年10月28日に収録したものです。1977年10月、会社員だった松本京子さんは、鳥取県で自宅近くの編み物教室へ向かう途中に拉致されました。当時29歳でした。それではお聞きください。京子、兄貴だけど、元気で暮らしてますか？今年の日本はすごく暑かった。みんな、こちらの家族は元気で暮らしております。今年で36年、長い年月、北朝鮮で、不自由な暮らしをさして申し訳ないなと思っております。なんとか、一日も早く日本に帰れるように、兄貴としても頑張って、家族が力を合わせ、休日のためにいろんなところで講演をしたり、署名活動したりしておりますので、まあこれからこのことが日本の皆さんに分かっていただける日も来ると思いますので、元気でおってください。今日は京子に普段兄貴たちが何をしているのかっていう、そんなことを日本の皆さんに、全国の皆さんに知っていただく国民大集会を行う日です。米子のビッグシップって大きな米子の駅前にできた建物の中で、大勢の人が集まって、京子が一日も早く帰ってこれるように世論を盛り上げて、そして京子が元気で帰ってこれる、そんな運動をする今日は一日です。他には公民館活動といって、鳥取県の公民館を月に1、2度回って京子の救出を訴える、そんなこともしております。これも皆さんがちゃんと聞いて、この拉致問題がどういうことなのかということを直に聞いてもらって、そして理解をしていただいて、妹の京子の救出に役立ててもらう、そんなようなことをしております。今年の夏は本当に暑かったですけども、
まあ、家族、体に気をつけて、まあ、私たちも皆さんに体に気をつけて頑張ってくださいというふうに言われますので、体にだけは気をつけてこの運動をし、そして一日でも早く帰ってこれるように、そしてこの拉致問題が風化しないように署名活動、そして講演に頑張っております。そして今年は12月に入りましたから、富山、それから四国、松江と12月3回公演があります。まあ、大変は大変ですけど、そうやって京子が何とか国民の皆さんに知られ、そして一日も早く元気に日本に帰ってくれる、そんな日を夢を見ながら、私ども家族が、そして親戚が頑張って、さらに頑張って救出に全力を傾けて頑張ります。まあ、それまでは大変辛いでしょうけど、頑張ってくじけずに追ってください。そして今日のことはラジオで流れますので、ぜひ聞いてやって、そして元気を出して、また再会ができるのを楽しみにしております。くじけずに頑張って北朝鮮で暮らしてください。そして私ども家族が一生懸命救出運動に頑張りますので、それまでの辛抱ですから、今しばらく辛抱してやってください。お願いします。兄貴からでした。松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。松本京子さんのお兄さんの松本はじめさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1969年のヒット曲、ビリー・バンバンの白いブランコをお届けします。それではお聴きください。あの白いブランコ、ブランコ、風に吹かれて二人で揺れたあの白いブランコ。日暮れはいつも寂しいと小さな肩を「君に口づけしたときに優しく揺れた白い白いブランコ」「僕の心に今も揺れるあの白いブランコ、ブランコ、幼い恋を見つめてくれたあの白いブランコ。まだ壊れずにあるのなら、君のおかげ抱きしめて一人で揺れてみようかしら、遠いあの日の白い白いブランコ。
るのなら君の面影抱きしめて一人で揺れてみようかしら遠いあの日の白い白い白いブランコ リリーバンバンで白いブランコをお聞きいただきました。